はい、では後編行ってみましょう。まず日本史からですね。日本史どういうふうにやればいいかなって、これは世界史もこれは共通かもしれないですけど、まず通史ですね。ざっとした最初から最後までの時系列の流れですね。クロニクル的にこう理解をすると、これがあったからこれが起こった、これが起こったからこういうふうになったみたいな感じでですね、やんないともう絶対に覚えられません、多すぎて。ということでですね、まず時代観、通史を、流れを理解すると。その後に細かい内容に踏み込んでいって、さらにその後に用語に踏み込んでいく練習で、さらにはね、文化史、これはね、独立してると思った方がいいですね。文化史、経済史は独立してるから、また独立した勉強が必要かなっていうふうにちょっと思ってますね。それから問題演習、余力があればというかね、年号はね、割と出る大学、出ない大学も結構あるんで、その傾向に合わせてやってみるといいかもしれないですね。あと一問一答で確認して、最後資料、これね結構ね、慣れないと時間食っちゃうんで、資料を慣れるってことは非常に大事かなってね、ちょっと最近思いましたので、資料の慣れっていうのもちょっと付け加えました。さあ、高2はどんなことやってたかというと、まず通試ですね。通試で、いろんなこんな感じで流れていくのねっていう感じを、分かればいいかなと。メモリツリーっていうのは、ドラゴン桜でもやってましたけど、それにまつわる言葉をね、書いてって、無理やりそのリンクさせて覚えるみたいなね、感じで、これは作っても作んなくてもいいと思いますけど、余力があったらね、作ってみるのも自分なりの理解の度合いが深まるかなと思います。さて、高3になったら何をするかというとですね、これがざっくりした流れなんですけど、ですね、まず最初、通史ですね。小説、日本史、これ教科書ですね。教科書使ってる人もいるかもしれないですけど、実は私ね、現役と浪人の時にこの教に小説、日本史使ったんですけど、なんか流れがね、ぶった切られて、あんまり覚えられなかったんですよね。で、最近というかね、ここ何年かの前に出た、一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書とか、家内の日本史、なぜと流れがわかる本、こっちの方がね、こっちをベースにして、小説日本史はなんかね、サブぐらいにして使った方が、覚えやすいのかなっていう思いますね。もう通詞がバッチリ頭に入ってる人は、いきなり小説日本史を始めるのもいいかもしれないですけど、いきなりこれね、教科書だからってやり始めると、流れが全くね、私はつかめなかったんで、苦労した覚えがあります。なので、後の2冊をやってからやってもいいかなと思いますけど、そこまで余裕があるかどうか、英語とかがね、あるんで、ここまで手が回るかどうかちょっとわかんないですけど、その辺は自分の進捗具合ですね。まず通詞がありますよと。これがゴールデンウィークぐらいまでに終わらせるとベストですね。そのちょいちょい見返すんでね、1年間、あれ?って言って、その辺見ながらやるのはあるかもしれないですね。それからインプット、時代と流れで覚えると。あと始める日本史、あとスピードマスター、スピマスですね。この辺の問題集をやってみて、自分なりに理解を深める。意外とですね、この通詞だけやってても、この時代と流れ、始める日本史、スピマスやったら全然できなかったっていうことがね、あります。私もね、これを最初の通詞を読んで、もうちょっとインプット系を解いてみたんですけど、あれ、こんなこと出てなかったじゃんっていうのがいっぱい出てきます。結構ね、レベルがここで一気にグンと上がるんで、スピマスと時代と流れ。この辺はですね、そんな量はないんで、一日でね、さーっとできるんで、それを何回も何回も繰り返して、バツがついたとこ丸になるまで覚えるぐらいまでやったら、2回目、3回目はね、かなり楽になりましたね。1回目はちょっとね、非常に頭が痛くなるぐらいね、覚えることいっぱいあったんで、こんなの通信全然出てこないじゃんっていうののオンパレードです。なので、ここでくじける人もいるかもしれないですけど、くじけないで、これもインプットのうちの一つだと捉えてですね、頑張ってやってみてほしいですね。ここが大きな山場ですかね。ここで8月ぐらいまで持ってかれるのかなと思います。流れが分かって、インプットの細かい部分をインプットできたら、
もう大枝小枝はね完成されているようなものなんで、次葉っぱをつけていきましょう。葉っぱで何かというと、まあ、一問一答ですね、まあ、山川と東進ハイスクールの2つ出してますけど、どっち使ってもいいと思います。小説日本史が好きな人は山川を使った方がとっつきやすいですね。あとそうじゃない人はですね、一般的に鉄板だと言われるのはこの東進ハイスクールの一問一答 B ですね。これを、ほぼほぼ全部やれば、これ2月までやるといいと思うんですけど、これ全部やれば、まあほぼほぼ大枝小枝葉っぱはできますね。これで大体できるんじゃないですかね。あと8月の夏休みぐらいにですね、その自分の受けたい大学の赤本を、まあ、傾向を知るっていう意味で、まあ、点数が出なくてもいいと思います。ここの場合どんな傾向のが出るんだろうと、例えばですね、現代史、明治、大正、昭和あたりを結構多めに出す大学とか、それか文化史は必ず出るよとか、まあ、そういう傾向がね顕著に出るんで、まあ、この辺はね最初にこの辺の大観で知っとくのが大事だと思いますね。ちょっとここには書いてないかもしれないですけど、文化史のスピードマスターもあるんで、あと寸大から出てる文化史の、あの参考書もあるんで、その文化史に特化したのもね、ちょっとこれ結構点配点が高くてここで泣くのはちょっともったいないかなと思うんで、まあ、文化史とか経済史とかね、この辺侮れないから意外とやることが多くてちょっと大変かと思うんですけど、この辺もやっとくといいかもしれないですね。あと日本史の問題集ですね、この東進が出てる問題集、これすごくいい問題ばっか出てて、やってて面白かったんで、まあ、ぜひともやってみるのがおすすめですね。あとまあそうですね、この辺が大体終わったらですね、さっき資料の話したと思うんですけど、資料の一問一答があるんで、この辺をねちょっとね触っとくとのと触っとかないのではね、本番で資料が出た時に面食らうんですよね。もしでも多分出ると思うんですけど、多分ね本番でこの資料ってね、いろんな大学の赤本過去も見たんですけど、結構ね下の大学から上の大学まで資料ってね結構いっぱい出てる大学あるんで、こんな出るんだと思ってちょっとびっくりしたんですけど、もう資料すごくねやっとくとアレルギーがなくなっていいかもしれないですね。やっとくのをおすすめしますね。さあ次、現代文ですけど、現代文何をやればいいかっていうと、まあ大体この4つですね。漢字、これでこれ漢字出るのと出ない大学もあるんで傾向にもよるんですけど、これが分かんなくて落とすっていうのは非常にもったいないんで、まあ、ちょっとね難儀ですけど漢字やっといて、あの試験本番で、ああの漢字、あなんだっけ、あちょっとここまで出てるんだけどっていうのが非常に悔しいので、まあ、漢字やっといた方がいいですね。あと読解、キーワード、問題集、まあ、大体ざっくり4つですね。で2年生の編でやってましたけど、まあ、漢字銀と金ですね。あと高校の現代文が1冊で分かる本、1つずつ分かりやすくと、あとまあその漫画ですね、東進が出てる漫画、この辺ですね、出口先生の漫画、まあ、賛否両論ありますけどね。で私が一応するのはこの田村の優しく語る現代文、これ本当にね現代文全くね苦手な人はね、これ本当にねおすすめですね。私もねこれ確かね、このヨゼミのと先生だったんですよね。でヨゼミの先生で、私あのヨゼミがあんまり好きじゃなかったんで、あの寸大行ってたんでヨゼミ好きじゃなかったんですけど、このヨゼミのこの現代文やってみたら、メキメキ飛ぶ現代文が成績上がりましたね。これはすごいいい本ですね。これもう皆さんにお勧めしたいですね。優しく語る現代文、これ分かる、すごく分かります、すぐ分かります、あの本当に丁寧に書いてありますね。まあ、これを高2の間に終わらせるとベストですね。さあ高3は何をするか、まあそうですね、あの最初のうちは高3になっても優しく語る現代文、これ本当におすすめなんで、2回3回ぐらい回してもらってもいいかもしれないですね。その後に船口の最強の現代文、これも本当に良書です。これ本当に良書、これもね田村の現代文に勝るとも劣らない丁寧な解説で、あの本当によくわかります。あの嘘だと思ったら本屋で立ち読みして最初のページとかちょろちょろっと見てもらえると、
これ分かりそうだなっていうのはすぐ分かると思いますね。まあ、この辺の田村と船口の現代文を2冊押さえて2、3回回したら、まあ、多分ね大体もう分かったってなるんじゃないですかね。そしたらゴールデンウィーク後ぐらいから河合塾の入試現代文のアクセス基本編、まあ、もしくは全レベル問題集の現代文なんていうのもあります。どちらでもいいと思いますけど、まあ、鉄板なのは河合の基本アクセスですかね。まあ、この辺1回回してもらって、よく解説読んで自分なりに落とし込んでもらうと。でその後アクセスの、まあ、発展編ですね、これがあるんで、まあ、ここまで行くと、まあ、ベータかなという感じです。あと補足として漢字はですね、河合から出ている漢字マスター1800っていうのがあるんですけども、まあ、これ辺もやっておくといいかもしれないですね。まあ、金と銀やってもいいんですけど、まあ、どっちでもいいと思います。なんかね一冊ちゃんとやっておくのがいいと思います。これ触んのと触んないのではもう多分ね大学の傾向にもよりますけど運転の差が出ると私は思ったんで漢字はやった方がいいと思いますね。それから次に秋ぐらいになってですね、大体もう読めると。ただこのキーワード読解っていうのがね非常にねこの本を読んでねああこれは大事かもしれないなと思ったんでちょっと載せたんですけど、現代文キーワード読解、これ寸大発出版が出てるやつなんですけど、これはマジマジでおすすめです。これ本当にねいやーこれ分かりやすいなっていうかね、これが知るのと知らないの現代文最後の爪の部分がねできんのとできないぐらいのね差が出るんじゃないかと思うぐらいの両書ですね。現代文のキーワード読解はこれは本当にね、秋から無理やりねじ込んでやった方がいいぐらいのレベルかもしれませんね。これぜひやってみてほしいですね。ここまで全計画通りに進んだ人は、進んでない人はねちょっとここまで手出すと、まあ、英語とかね日本史とかもあるんでなかなか厳しいかもしれないですね。であとですね、あとマーチレベルぐらいのレベルを目指したい人であれば開発講座、これも寸大文庫なんですけども、これもね、ここまでやった人はねちょっとこれやると面白いぐらいかなって感じなんですけど、ここまでね実力がついてない人がこれに手を出すと本当時間の無駄なんでやめた方がいいかなとも思うんですけど、アクセスが終わってキーワード読解まで、一回し二回しできている余裕のある人はこれはね本当にやった方がいいのが開発講座ですね。こうマーチ目指す人はねこれぐらいやっとかないとむしろダメかなと。で赤本ですね、赤本は傾向と対策として漢字が出る大学なのかとかね、どんな問題が出るのかというのも8月ぐらいに1回さらっと触っといて傾向を見るということで、対策を打ちやすいかなと思います。続いて古文ですね。古文は単語文法読解常識ということですね。常識っていうのは今の常識が全く通じないんですよ。まあ、日本なんですけども、ちょっと違う国だと思った方がいいぐらいの、そんな常識があるんだっていうのをね、押さえとかないのじゃ今の常識だとこうだよねって解くと全く違ったり違う回答になってしまったりするので、この辺を押さえときましょう。さあ高2では何をやったかと、古文単語315とか一冊でわかるとっても優しい古文とかね、あと望月の古文教室ですね、この辺をねやった紹介したと思うんですけど、この辺のね単語と文法だけとりあえず2年のうちに押さえといてねっていう感じだったんですけど、望月の古文教室これはね非常に面白いんですよね。ただね文法を通るにあたってやっぱねその活用とかは絶対ね避けて通れないんで、その辺がねちょっと苦しいんですけど、まあこの辺はねまあちょっとね修行だと思って頑張ってやってみましょう。まああとこのいや漫画ですね、漫画この辺朝日夢道とかね源氏物語、まあ、この辺もね古文の世界に慣れ親しむということではねいいかもしれないですね。あとそのさっき言った古典常識ですね、これもまあちょっとねかじっとくとなるほどみたいな感じになるかもしれないですね。さあ続いて高3では何をするか、同じく望月が出して古文単語っていうのがあるんですけど、まあこれをね
ずっとやってみるのも何でもいいんですよ。トム単語別にこれじゃなくても、とにかく一冊なんかね読破するっていうのが大事ですね。あと古文教室があって、古文の文法教室ですね。それから続きの常識の古文教室、これ全部望月なんで、非常にね望月先生が大好きな人はねこれいいと思います。まあ、ただ読みやすいと思うんですよね全体的に。非常にね雑談とかも多くて読みやすくていいと思います。まあ、それが終わったら古文読解を初めから丁寧にっていう富井のこの参考書ですね。これも一回やっとくと、まあ、より理解が深まるかなっていう感じですね。さあ秋ぐらいになったら寸大から出てる古文上達、これで最後まで突っ切ってしまいましょうという感じですね。まあ、文法と単語の基礎はできてるんで、古文単語もですね、300とか400いかないぐらいまでしかないんですよね。シスタンとか2000ちょっとあるのに対し300しかないんで、簡単に覚えられちゃうかなと思うんですよね。私もねちょっと覚えてみたんですけど、割とねすんなり覚えられたんでいけると思います。皆さんで古文上達、これもね最後までやって、まあ、単語と古文上達の2本立てで押し切ると、まあ、なぜかというとあんまり手出さないのは、まあ、英語がやっぱりね比重がでかいんで6割ぐらい英語に持ってかれちゃうような気がするんで、この時期になると。で日本史もあって現代文もあってとなるとね、古文までなかなか手が回らないかなっていう感じがするんで、あと演習に関しては中堅次第の古文演習をやっといて、赤本の前哨戦みたいな感じでやっとくといいかもしれないですね。さあ最後にマザーテレサのこの言葉、これ購入の時もやりましたけど、思考が変われば意識が変わる、意識が変われば行動が変わる、行動が変わると習慣が変わるよと、習慣が変わったら運命が変わる、で運命が変わったら人生がそのものが変わると。だからもし今の自分の人生を変えたいなと思う人がいるならば、最初に戻って思考を変えるしか道はないと。つまり自分の考えを変えないといつまで経っても同じ人生を繰り返してしまうというようなことで締めくくりたいと思います。さあいかがだったでしょうかね。前編後編と長々と、私の主観だけを述べる授業となってしまいましたが、割とね結構ねいろいろ調べたんですよ。いろんなね参考書を回っていろんなチャンネルを見たりして、いろんなブログを回ったりツイッター見たりしてね、どうしたらねより合格に近づけるかなって、私なりにね一生懸命模索しながら選んで、かなりの時間を費やしたね、ましたね。これに、4ヶ月ぐらい費やしたんですよね、調べるのに。どうしたらみんなが合格しやすいのか、まあ、その参考書合う合わないがあるんで、まあ、一概には何とも言えないところはあるんですけど、割とね私が自分で、購入したりしてね、自分で解いてみて自分で見たりして、これ合わないなとかこれいいなとかっていうやつがあったんで、まあ、その合わない部分をなるべく排除して合う部分をね、ご紹介していったわけなんですけど、まあ、この辺はですね他の、まあ、チャンネルとかこのブログとかSNS とか見てですね、自分なりに、あこれ紹介されてたなとか、あこれ紹介されてなかったけどどうなんだろうとかね、やってみていろんな試行錯誤をして自分なりに正解を導くのがいいかな。私の意見はあくまでも一つの意見に過ぎないので、これが絶対ではないのでね、あくまでもあこんなやり方でやればいいのかなって、全く分かんない人がねどうやったらいいんだろうっていう時にね、これを見てもらって、やってもらうといいかなと思いますので、ぜひともね何かの参考になって受験のね合格への一助になれば、これ以上のね、幸せはないので、もし受験をね控えていて、たまたまねこのチャンネルを見て最後まで見てくれた方はですね、ぜひともね、自分なりね頑張って、まず最初の5つのモチベーションありましたよね、環境を変えたり動機づけをしたりですね、その辺をね常に自分に問いながら最後栄冠をつかんでほしいと思います。社会に出た時ね本当にね今でも私の熱源になってます。この本当に私はね机の上に知恵堂を吐くまで倒れるまで勉強しようとね1年間固く決意して臨んだんで、まあ第一志望にはね受かりませんでしたけど、でもねそれでも満足です。非常にね頑張った自分が
は残ったんでね、皆さんもねそういう人生をね、少しでもね、歩いて幸せになっていただければいいかなと思いながらこのチャンネルを撮ってみましたけど、いかがだったでしょうか。さあ今日はね長々やってきました。この辺でお開きにしたいと思います。私の主観ばかり述べてね、非常に申し訳ない部分は多かったんですけど、まあ、次回はね、客観的なまた元の番組に戻りながら皆さんの少しでも役に立つ内容をね配信していきたいと思いますので、チャンネル登録、グッドボタン、そしてベルマーク、ぜひともよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。